パメラ・コールマン・スミスは画家、イラストレーター、作家。ニックネームはピクシーだった。スミスは占いに使用するタロットカードの一つ、ウェイトイコール・スミスデッキをアーサー・エドワード・ウェイトのためにデザインしたことで最も有名である。ロンドン中心部のピムリコに生まれる。父はブルックリン生まれのアメリカ人商人、チャールズ・エドワード・スミス。母はコーニー・コールマンで、 この二人の間にできた唯一の子であった。一家はパメラが10歳になるまではマンチェスターにいたが、その後1889年に父チャールズが西インド改善会社に職を得た際にジャマイカに移住している。一家はジャマイカのキングストンに数年の間今日定めたものの、ジャマイカとロンドン、そしてニューヨークのブルックリンの間を往復していた。1893年までに、 パメラ・スミスは、ブルックリンに移っていた。というのも、その地の比較的新しい芸術学校である、プラット・インスティチュートに15歳で入学して、著名な画家で教師でもあったアーサー・ウェスリードに指示したのである。スミスの演熟した画風を見れば、19世紀末の、繊細で、大敗的な、世紀末的象徴主義の無双的性質の影響と、同時に、それに先行して、 芸術と技術の面で起こっていたロマン主義の影響とこの両方の影響を受けていることは明らかだった。スミスが芸術学校に通っている間に母がジャマイカで亡くなった。1896年のことだった。スミス自身もこの時期には体調が優れず病気になっては治るということを繰り返していた。1897年。 結局彼女は卒業することなくプラットを辞め、イラストレーターになった。彼女のイラストは、1890年代後期の雰囲気を映し出しており、作品としては、ウィリアム・バトラー・イエッツの差し絵付きの歌や、女優のエレン・テリーについて、ブラム・ストーカーが表した本、そしてスミス自身の著作である、ウィディコム・フェアや、フェア・バニティが挙げられる。1899年に、イギリスに戻り、 スミスは小規模劇場の劇場デザイナーになると同時にイラストレーターとしても働き続けた。スミスはロンドンでエレン・テリー、ヘンリー・アーピング、そしてプラムストーカーらが率いるライシアムシアターグループに世話になっていた。そして彼らと共に国中を旅して回った衣装のデザイン、舞台のデザインを手掛けていたのである。1901年、スミスはロンドンに 自分のスタジオを作り、芸術に関わりを持つ芸術家や著者、そして俳優といった人たちのために週に一度スタジオを開放するようになった。スミスはジャマイカの民間伝承に関する著作を何冊か書いている。その中にアナンシーストーリーズがある。これは伝統的なアフリカの民間伝承の主人公であるクモのアナンシーの物語を含む。 ジャマイカの物語集について書かれたものだった。スミスは、自分のイラストレーターとしての仕事を継続し、ウィリアム・バトラー・イエッツと彼の兄弟である画家の、ジャック・イエッツの企画を引き受けている。また、ブラム・ストーカーの最後の小説となる、ザレア・オブ・ザ・ホワイト・ワームの差し絵や、エレン・テリーが、セルゲイ・ディアギレフのバレールスについて書いた、ザ・ロシアン・バレエの差し絵を担当している。スミスは、 連合王国内における女性の参政権の実現に向けて、ロンドンサファレジアテリエとして知られた自分のスタジオを通して自分のイラストによって貢献していったのである。1903年、パメラはザ・グリーン・シーフという名前の雑誌を自ら発行する。この雑誌は、イエーツ、クリストファー・セント・ジョン、セシル・フレンチ、エイイ、ゴードン・クレイグ、ドロシー・ウォード、ジョン・トット・ハンターといった 人たちによる気候で成り立っていた。この雑誌は1年余りしか続かず、全部で13号を発行して、廃刊となった。1907年、アルフレッド・スティー・グリッツが協力して、ニューヨークにある、ギャラリー291としても知られている彼のギャラリー、フォトセッションにおいて、スミスのイラストの展示会が開催された。このギャラリーでは、前衛写真の展示会のみが開かれてきたため、 この時が初めてのイラストの展示会となったのである。スミスはこのギャラリーで初めて開かれたイラストの展示会の作者となったのだった。スティーグ・グリッツはスミスの相反する衝動が調和して存在している感性に興味をそそられていた。この時期、スミスは彼女が音楽を聴いている時に頭に浮かんだ光景を絵にしていたのである。展示会は成功し、 スティー・グリッツは最も優れた作品22点を収録した作品集を出版した。そしてさらに2度、1908年と1909年に展示会を開催している。スミスの作品のうち何点かはスティー・グリッツの手元に売れ残ったが、それらは結局イエール大学のスティー・グリッツ・ジョージア・オキーフアーカイブに収められている。イエーツはスミスを黄金の夜明け団に紹介し、 彼女は1901年にメンバーとなったのだが、その過程でウェイトに出会っている。黄金の夜明け団が人間関係の衝突が原因で分裂した際に、スミスはウェイトと共に行動し、黄金の夜明けの独立修正儀礼に属した。1909年、ウェイトはスミスにタロットデッキの作成簿を委任したのだが、これは芸術の世界に対する呼びかけでもあった。結果として、 タグイマレナウェイトイコールスミスタロットデッキが完成したのである。ロンドンのウィリアムライダーさんから出版され、世界中で最も人気のある78枚のタロットデッキとして現在まで生き残ってきたのである。革新的なこのタロットデッキは、小アルカナも含めて全てのカードに象徴となる人物と事物が描かれており、それぞれのカードに明確な特徴を持たせたスミスの絵は、 後に続く多くのカードのデザインの原型となったので、ある。イラストボンとタロットデッキはさておき、ニューヨークのスティーグリッツのギャラリーでの成功の後、スミスの作品は、商業的な成功にはほとんど結びつかなかった。クワッシュ水彩画法で美しく描かれた、スミスの作品は、彼女のいとこである、ウィリアム・ジレットが何枚か収集している。そして、コネチカット州。 イースとハダムにある彼の城で永久収蔵されたコレクションの中の作品として目立つように展示されている。1911年、スミスはカトリックへ改修し、熱心なカトリック教徒として地元の教会活動に従事する。第一次世界大戦終了後、スミスはおじから遺産を受け取り、その資産でコーンウォールに家を購入した。というのも、そこは、 多くの芸術家たちが好んだ場所だったからである。また収入源として、カトリック司祭のための宿泊施設を近隣に建設し、運用していた。彼女は、生涯独身を貫き、コーンウォールのビュードで1951年9月18日に一分の財産も残さず亡くなった。スミスの死後、作品を含む私物は、すべて彼女が作った借金を返済するため債権者により、 競売にかけられ、散逸している。1909年12月、イギリスのライダーブランドから初めて出版された時、単にタロットカードと呼ばれ、アーサー・エドワード・ウェートのザ・キー・ツー・ザ・タロットと題を付けられた手引き書きが付属しているだけだった。翌年、ウェートはスミスの白黒の絵をその手引き書に付け足して、ピクトリアル・キー・ツー・ザ・タロットとして出版した。 1971年、US ゲームズ社がタロットデッキの出版権を買い取り、ライダータロットデッキとしして出版した。後に出版された際には、ライダータロット、さらに、ライダーウェイトタロットと名称が変更された。今日、ほとんどの研究者は、スミスの果たした貢献の重要性を認識するため、このタロットデッキを、ウェイトイコールスミスタロットと呼んでいる。 タロットのことを書いているライターたちは、このタロットデッキを、ライダーウェイとスミスの頭文字を単純に取ってきて、RWS と呼ぶことが多い。初版が出版された後、一世紀の時が経つうちに、様々な版がいろいろな出版社から出版されてきた。その中には、スミスの絵を他のアーティストが書き直したものもある。また、新しく製版して作成し直すため、 スミスの絵を写真で撮り直しているものもある。多くの版では改めて色を付け直している。というのも出版された当時の技術的限界のせいで、どちらかというと、初版のものは色使いがどぎついものになっていたからである。一例として1968年のアルバノワへとタロットが挙げられる。これは線画は同じままでより明るい色を塗ったものであった。 最近の US ゲームズ社の版では、スミスの手書きのタイトルが各カードから消されて、その代わりに標準的な活字でタイプしたタイトルに置き換えられている。そうじて、こうした新しい版のデッキは、その種類が多岐にわたっていて、初版をほとんど忠実に再現したものから、ウェイトイコールスミス版に刺激されヒントを得たに、過ぎないといった程度のものまで、様々なものが出版された。 ウェイトはしばしば、ウェイトイコールスミス版のデザイナーとして紹介されるが、彼は共同でデザインに当たったチームの半分、つまり二人のうちの一人だと考えるのがより正確な言い方だろう。基本となる発想、一つ一つのカードの構成、全体を貫く象徴体系についてはウェイトに責任があると言える。ウェイト自身は画家ではなかったので、彼は才能と直感に満ちたスミスに、 実際のタラットデッキの作成を任せたのである。スミスは、スケッチというよりは、おそらくウェイトの指示、それも書き留められた言葉による指示にのっとって作業したと考えられる。すなわち、望ましいデザインについてこと細かに指示された内容に従ったのである。これは、イラストレーターが作業するときに普通に取られる方法であり、商業イラストレーターとして、スミスはおそらくこうした。 作業の進め方に満足していただろうと思われる。ウェイトが細かな指示を出したのは、主に、そしてもっぱら、大アルカナのカードに限られていた。小アルカナについては、単純に、カードの意味の一覧表が与えられていただけであった。それゆえ、その素晴らしさから覚えやすい小アルカナのカードの絵の、仕上がりは、主として、スミス自身の発明に追うところが大きいのである。小アルカナは、 まさに、このタロットデッキによって成し遂げられた重要な成果の一つだと言える。というのも、それまでに出版されていたほとんどのタロットデッキは、ショーアルカナのデザインが極端に簡素なものばかりだったからである。ウェイトイコールスミス版のタロットデッキが長きにわたって愛されているのは、一つには、スミスがショーアルカナに込めた象徴的意味の豊かさにその理由が、 あるのかもしれない。スミスとウェートはデッキのデザインのためのひらめきを手に入れるため様々な情報源を利用している。特にウェイトは主にフランスのマルセイユタロットからヒントを得ているように思われる。その他の18世紀もしくは19世紀に作られたマルセイユ型のイタリア製タロットデッキがデザインのための追加資料として利用されたことも考えられなくもない。 小アルカナのカードについては、スミスは主に15世紀のイタリアのカード、ソラブスカタロットを手本としている。例えば、剣の3のカードを見てみれば、明らかに2つのデッキが一致しているとわかる。そしてさらに、何人かの登場人物は、スミスの友人の似顔絵が描かれている。特に、エレンテリーとフローレンスファーははっきりとわかる。スミスはこのタロットデッキの絵を、 1909年の4月から10月という6ヶ月の間にすべて完成させている。これは約80枚のカードの絵を仕上げるという意味では短い期間だと言えよう。イラストはほとんどがペンとインクで描かれており、もしかすると鉛筆による下書きを上からなぞっているかもしれない。現在では原画が失われてしまっているため確かな結論を出すことはできない。 イラストを完成させた後、スミスが水彩画法で色をつけたか、それとも誰か別の人間が色付けをしたのか、今となっては推測することしかできないのである。ありがとうございます。